初の J1 リーグを戦っている FC 町田ゼルビアは先日、SNS でのクラブへの誹謗中傷に対して刑事告訴をすると発表した。10月20日にフジテレビ系列で放送されたワイドナショーでは、この町田への誹謗中傷問題を取り上げ、高校サッカーでは見かけるものの、プロではあまり見ることがないロングスローの多応や PK の際にボールに水をかけるなど、ルールに違反はしていないものの、 勝つ可能性を上げる行為に批判が相次ぎ、投稿の一部が過激化していると見られると紹介した。同番組に出演した元日本代表 MF の前園正清は、J リーグの結果よりも町田のことが一番の話題になっているとコメント。こうした批判が上がる背景を、こう語っている。順位が下だったら、多分何も言われないんですよ。J2 から上がって、 J1 でやっぱりダメで最下位争いをしてたら、おそらく何も言われない。また、町田が昇格組ながら優勝争いができている理由について、資金力を活かして黒田豪監督のサッカーに合う選手を補強していると説明。他の出演者から、一気にお金が動いている感じをファンは知っているから、余計に言いたがるんですね。と質問されると、こう回答している。いきなり母体のある。 資金力のあるところが来てってなるとそこも含めてだと思います。